朝です。起床してください。よろしいのですか出発の時間となってしまいます。このままですと、朝食をとる時間がなくなってしまいますが。はぁ、あ。起床をしてください。とっくに時間ですよ。 おはようございます。昨日は夜更かしでもしてしまったのですかそれとも、うん。熱はないですね。ならば、早く体を起こしてこちらへ来てください。朝食が冷めてしまいますので。いいえ、別に怒ってなどいません。 いくら人間を模して感情や思考を理解できるとはいえ、アンドロイドである私が、そう簡単に怒りを表すなど、ありえません。ほら、怒っているのならば、こうして笑顔を作ることはできませんし。ですので、全然怒っていないです。全く。はい。その顔。 まだ完全には目が覚めていないのですかでは、献立を言えば空腹で目が覚めるでしょうか本日の朝食は、ご飯、梅干し、卵焼き、ワカメと豆腐の味噌汁、りんご一切れです。お好みで納豆もあります。料理をする機会が今までなかったため、凝ったものが作れず、簡素な献立かもしれませんが、 一応私は一部の食品を除いて人と同じ食事をとりそれからエネルギーを得ることもできますが電気と比べるとエネルギー効率が落ちますから好んで食品を食べようとはしませんでしたのでとはいえふむ。確かに料理を作るというのは何とも言えぬ気持ちとなりますね味の方はご安心を適宜味見をし そこから算出された味覚の数値から理想的な味となっているはずです。もっとも、あくまで理想的ですので、細かい調整はできておらず、あなたの舌には合わないかもしれませんが、その場合は、適時遠慮なく言ってください。あなたが何が好きで、何が嫌いか、多くの情報が欲しいので、先ほどは、 電気の方が効率がいいと言いましたがあなたと食事が取れるときは可能な限り一緒に食事を取ります可能な限り一緒にいてあなたを見ていたいので私のことを好きになったあなたがどういう人物なのか興味がありますからもっとお互いのことを知っていけたら と思っ。ております。<laughs> そろそろ目は覚めてきましたかはい。改めまして、おはようございます。それでは、朝食にしましょうか。